はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。まずはですね、ちょっとコメントでいただいてた漢字の読み方をね直していこうかなと思います。はい、ですね、自分がおうち裏川つってたんですけど、あれお代理と読むらしくて、はい、お代理って打つと変換で出てきます。お代理、お代理だよみんな、すいません。はい、ご訂正、ご指摘ありがとうございます。あとはですね、まあ皆さん待っていただいてありがとうございます。本当にお待たせいたしましたとしか言えないはい、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ではではね、続きやっていこうかなと思うんですが、ですね、一応中吉で次のシナリオが出てるので、今日じゃない限りはちょっとやり直すのをやめようと思います、今の段階では。で、それで全部終わってから、中吉から上を目指していこうかなと思います。今日じゃな、今日だったらストーリー、次のシナリオが出ないんで仕方ないんですけど、やり直すんですけど、それ以外の場合は、中吉の場合は、もう次にちょっと行こうかなと思います。はい。で、それで全部終わったら、改めて中吉だったところを大吉目指してやっていくっていう形にしようかなと思いますので、お付き合いください。ではでは、第6の噂、夕闇の少年、やっていきたいと思います。これ、君に返しとくよ。北村？ゆかり。え？急にどうしたの？ゆかり？北村？やっぱりさ、やばいよ、俺たち。あ、やっぱこの関係続いててんやん。やばいって？もしかして、奥野と藤田のことをまだ気にしてるの？それもあるけど、教師が、と言ってもまだ卵だけど、特定の生徒と特別な関係っていうのは、何一人で作ったみたいなセリフ言ってんの？あの人たちはあの人たちだし、あたしらはあたしらでしょ？心配しなくたって大丈夫だよ。君は気楽でいいよ。けどな、俺は。どうして？なんか最近和也、変だよ。ねえ、どうして？ダッサー。私のこと嫌になったんなら素直にそう言ってよ。綺麗に別れてあげるからさ。それ、どういう意味だよ。そのまま。あんまり調子に乗らないでよね。君にとって俺は、綺麗に別れられる程度の人間でしかないわけか？重いな。今時の恋愛なんてそんなもんでしょ？和也だって分かってて。バカにするなよ！俺は、お前と付き合うのに、随分悩んだんだぜ。俺のこと、何も考えてないで女と付き合うような、そんな男だと、思ってたのか？お前の前では気使ってたけど、お前と会ってから、ずっと無理ばっかだよ。それに少なくとも俺は、お前のこと大事に思ってた。思ってた？しばらく、会うのはよそう。もっと普通に、もっと気を使わないで会えるようになるまで。それって、いつ？お互い余裕ができてから。しばらく考えたいんだ。ねえ、これで終わりじゃないよね。いやー、教師と生徒の禁断の恋ってやつですね。ねえ、聞いた？一水の男子、自殺だって。え、誰？ほら、KT 君。あ、あたし知ってる。気色悪いやつ？気色悪いって？何されても笑ってるだけで、なんかいじめられるために生まれてきましたって感じの子。何それ？マゾ？でも、自殺したってことは、一応、嫌だったんじゃない？
扱いひどかったからね。部屋でビニールかぶって。だって。なんか絶望的。そんな嫌や。ここの夕闇の少年、なんか、ちょっと聞こえにくいですよね。原因って、バスケ部の連中、なんでしょう？っていうか、あの子のクラス全員、気持ち悪いとか言って、女子とかみんなシカトしてたもん。ああ、だから泣いてるのか、ちょっと反省しちゃうよね。お前もしろよ。親とか、学校訴えるとか言い出して、教師大変みたいよ。ワイドショー来てたしね、インタビュー受けちったよ。もしかして校長飛ばされる？それ、ないみたい。へえ、そうなんや。やってるらしいから裏でいろいろ。訴訟？ねえ、聞いた？ T 君、出るんだって。嘘。バレー部の子が見たって。夕方、体育器具庫の隅に男子がうずくまってて話しかけたら T 君だったって。もしかして、恨んでます？ってやつ？やばいじゃん。私もいじめてたでしょ？あ、じゃああんたもいじめてたでしょ？やめてよ、そういう話。私だけじゃないんだから。体育器具庫、近づかない方がいいよ。特にあんたは。入ったら、出てこれなくなったりしてね。いじめてたとかもほんま最悪やな。いじめが原因の自殺ね。私も登校日に来て初めて聞いたネタなんですよ。情報戦、すっげービハインド。でも T 君って、ミカちゃんの隣のクラスだよね。何も聞いてなかったの？まあ、それなりに、っていうか、基本的には男子がやってることだから、私らは関係ないって。教師には何やってたの？きって聞くまでもないか。ま、なんつーか、微妙な問題ですからね。結局、死ぬまで止めるやつはなし、で、死んでから幽霊騒ぎ？なんか舐めてない？ねえ、千里。馬鹿にされてる気するよね。うん。まだ学校入ったばっかりなのに、悲しいよね。こういうの。そうなんですよ。たった4ヶ月。夏はまだこれからっていうのに。1年なんて、大抵は、まだ中学気分でしょ？いじめられっ子の幽霊ね。正直私はそういうの、関わりたくないな。大体、興味本位で首突っ込める問題じゃないよ。それやったらワイドショーと同じレベルじゃん。同レベルじゃん。そんな、スノップな興味じゃなくて、私らはこの学校の生徒として、この事件の真相を調べる義務が、今考えたんでしょ、その言い訳。でも、本当だとしたら、ほっとけないよ。ちょっと、やめてよ、千里まで。だって、このまま放っておいちゃいけないような気がするの。いつ出るんだって、その幽霊。お、やる気になりましたか？しょうがないよ、千里まで言うんじゃ。この子、言い出したら聞かないもん。さすが、わかり合ってる。聞いた話をまとめると、だいたい7時頃、ちょうど太陽が沈むのと同じぐらいだって。じゃあ6時半に、いいね。ありがとう、ゆかりちゃん。その代わり、確かめるだけだからね。ナイッシュ。静か。この騒ぎで残ってるやつ、ほとんどいませんからね。ほう。いないのはいいけど、どこに行けばいいの？あ、走れないんだ。とりあえず歩くしかないよね。幽霊を見たのは誰が最初？
バレー部の1年の子らしいです。で、話聞いた2年が見に行ったら、いたの？いえ、その頃にはもう。だけど、なんで体育器具子なの？さあ、そこら辺までは聞いてないでけど、相変わらず適当だね。でも、ほら、いじめられっ子と体育器具子ってなんかリアリティない？そのレベルの情報ね。え、でも体育器具子ってどこよ？そもそも。ねえ、体育館履き持ってった方がいいんじゃない？いいですよ、そんなの。めんどくさいし。だけど、床が汚れちゃうよ。履き替えようか。見つかってごちゃごちゃ言われたら、なお面倒だよ。持ってこ。そっか。ってやば。あたし教室に置きっぱなし。嘘、3階まで登んの？じゃ、先に行ってるから。ひどーい。持ってこいって言ったの先輩なんだから。体育館通路の扉出たとこで待っててくださいよ、絶対。めんどくさいなぁ。最高。あれ？ゆかりちゃん、体育館巻きは？え、ここら辺？ミカは、まだ？うん。合ってた。体育館巻き、場所合ってたよ。ねえ、ゆかりちゃん、いいかな？何？ここ、確か T 君のクラスの場所なの。ちょっと、見てきていい？気になるの？うん、少し。じゃあ見ていきましょう。ん？体育館履き、片方しかないよ。どうしたのかな？行こう。あいつは？ミカちゃんは？ミカちゃん連れてかないの？ミカ、何やってんだろう？うん。やっと来たし。お待たせしました。この年になると3階は遠いわ。息切れ起こしちゃう。じゃあ、行くよ。早く終わらせて帰ろう。早く上がるように言われてるらしいから、その方がこう都合いいよ。やかすぎひんか、そら。何？え、ここじゃないの？え、違うん？ちょっと暗くて見えない。ここかな？違うんかい。はい、ここでした。ん？あ、どこにいるかわからんかったし。体育館とか懐かしいな。さ、行きましょうかね。体育器具庫。千里？ゆかりちゃん、今、足音一つ多くなかった。ちょっとやめてよ。
ちょっと待って。気のせいじゃなくて。うん、確かに。あんたまたなんか。なんでも私のせいにしないでくださいよ。違う、ミカちゃんじゃないよ。ゆかりちゃん、いい？何？絶対、振り向かないで。このまま、体育器具庫に入って。わかった。急ごう。先輩、わかってる。むしむし。何？今の。行っちゃった。行っちゃったって。どこへ？体育器具庫。開けるよ。誰もいませんよ。ここ空気が冷たいね。ちょっと調べてみようよ。ほほほほ。きったねー。ごちゃごちゃ。僕は見えないけど特に何も。ちゃんと見なさいよ。だって汚れるし。やって。どう？なーんも。あー、ほこりだらけになっちゃったよ。クリーニング出したばっかなのに。今、何時ぐらい？ごめん、私時計しない人だから、時間わかんないんだよね。なんで？ずいぶん日が、弱くなってきたみたいだから。え、何時？何時なん？だから体動かさないとな。最近体力落ちまくり。あんたのは夜遊びのしすぎ。飛び箱か。先輩、ここってなんか潜んでてもわかんないと思いません？え？いやまあ確かにそうやけどさ。平均だよね。何？佐藤？うお。なんだし、出た。あ、の。何か話さなきゃ。佐藤、よろしく。佐藤、よろしく。うん。ねえ、どうしてそんなところにいるの？名前、教えてくれない？私は、市島。市島千里っていうの。反応ないですね。千里、逃げた方が。ごめん、もう少し。にしようかな。何か話さなきゃ。あの、やっぱダメ。もしかしたらミカちゃんのことなら。え、どうかな。私結構顔折れてるけど隣のクラスだし。やってみてくれる？え、私？ゆかりちゃんいいよね。うん。こんばんは。私のこと、わかる？いつしま先輩、反応ないよ。私のこと知んないのかも。消えたし。あ、
消えちゃった。先輩、昨日は眠れました？寝れるわけないでしょ？ですよね。あんな目の前で幽霊ったって、あれマジで現実だったんですかね。確かに暗い間はリアルだったんですけど、日が昇るのを見てたら、もしかしてあれはって。でも、三人とも見たんだよ。ねえ、ミカちゃん、KT 君、その、自殺した、たたら、きみひこくんって、何か部活入ってたの？え？確かバスケ部で、自殺する直前に辞めちゃったって聞いてますけど。バスケ部、夏辞め、あたしと同じじゃん。なんか、そこでも扱いひどかったらしいですよ。クラスも一緒のやつが二人いて、S と K って言うんですけど、そいつらが一番、めちゃくちゃだ。PK とか当たり前で、募金とかもさせられてたみたい。そこまでされて抵抗しないわけ？抵抗できるくらいなら、いじめられたりしませんよ。確かに。周りの子は誰も止めなかったの。それを期待するのは酷だって。次の日から自分がターゲットになるって覚悟できます？うん。他人のためにそこまでできるやつ、いませんよ。普通。で、誰も助けてくんないから自殺してれんなんて復讐？どっか歪んでるよ。だけど、そんな風になっちゃった理由って、何かあるはずじゃない？ねえ、もう少し調べてみようよ。彼のこと、知ってる人に聞くとか、怖がられるだけじゃ、彼、報われないよ。深入りしない方がいいと思うけど、いつもは逆のパターンなんですけどね。ゆかりちゃんが、千里ちゃんに言われるパターンなんですけど。証言1、1C、女子バスケ部、A さん。その話、ですか。幽霊が出るって噂、知ってるよね。少しは。その噂、信じる？わかんない。でもみんな、幽霊になってもおかしくないって。クラスみんなでいじめったって本当？別に、そんなつもりじゃ。あんたも。別に責めてるわけじゃないよ。ただ。T 君がどうして自殺するほど思い詰めたのか、それが知りたいの。T 君って、どんな無知されても、ヘラヘラしてて、殴られても笑ってるし、なんか気持ち悪いっていうか、別に嫌がってもなかったし、だから、みんなでいじめったわけ。別にいじめるとか、あたしらは、殴ったりしてないし、仕方くらいはしてたけど。あんたね、もういいですか？この話、あんまりしたくないんです。どうして？一言じゃないから、一応。ふん、余裕は。証言に、1C 文芸部、K さん。その話、やめてください。どうして？自分のクラスのことでしょう。あんなことになるなんて思ってなかった。幽霊の噂、知ってるよね。だからそういう話は、怖い。確かに見たって人いるけど、あんまり。こういう話って、するべきじゃないと思うんです。でも、事実じゃない？ T 君が、あんなことになっちゃった原因とか、幽霊の噂広まった理由とか、何か、わかんないかな？都合よく黙んないでよ。自分らのせいで、だってことぐらい、わかってんでしょ？誰も、助けなかったから、恨んでるんじゃないで、かって。みんなはそう言ってます。私らは、まだいいけど、佐伯くんとか、いつか殺されるって。殺される？佐伯くんとか、倉田くんって、たたらくんと同じバスケ部の子がいるんですけど。S と K ね。そうです。部に入った頃は、仲良かったのに、気がついたら T くん、パシリに使われてて。で、気がついたら、見つがされたり、殴られたりしたって。だって、T 君笑ってるだけで、全然抵抗しないんです。
だからみんなも調子乗って、だからって調子乗っていいもんじゃないやろ。だけど、変じゃない。どうして、いじめられてるのに、ずっと一緒だったの？そこまでは。だけど、他に居場所なかったみたいだし。そんなことでいじめられても我慢しちゃう？プライドってもんはないの？だけど、彼はそれを選ぶしかなかった、って思うんです。それ、どういう意味？ごめんなさい。これ以上私は、もう、許して。ごめんね。ありがとう。1C、生徒会員の F 君。またですか？興味本位で知りたがる人、結構いるんだよな。あいつについてどうって言われても、存在感薄かったってことぐらい。眼中なしってわけ。ま、そうです。いつもはいるんだかいないんだか、佐伯たちにからかわれてる時以外、まず目立つことはなかったから。クラス全員でいじめったって聞いたけど、そう言われるのは心外だな。いじめるやつといじめられるやつ。それと関わろうとしない生徒と教師がいただけのことじゃないですか。このガキ。あいつ、T は全くって言っていいほど自己主張がなかったからね。おとなしいっていうのが、いじめを正当化するわけ。しませんよ。けど、学校にしろ、世界情勢にしろ、人間社会の中では、いじめとか喧嘩とかは必要でしょ？必要悪でしょ？自己存在の主張と、アイデンティティの確立、その二つがクリアできなければ、存在権は得られない。彼はそれができなかった。T は、ターゲットにされるべくしてされたんですよ。意志が感じられない？まったくね。だからまさか自殺するなんて、少なくとも僕は思わなかった。自殺するのにも、決断が必要ですから。意外だった。そうですね。僕にはかなり。まして幽霊になるなんて、話は。信じられない。そうでしょう。だって彼から、意志を感じたことは一度だってないんだから。ところで、生徒会の仕事あるんで、失礼してもいいですか。歩き方ムカつくな。そこかよって話だけど。偏差値高えぞって感じでしたね。確かに、ミカの言う通りやな。